Everybody, how's going? どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか、吉本新喜劇の森と申します、本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマスダブルの4階ロックカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森と申しまーどうもありがとうございます。この番組は吉本新喜劇で日夜頑張っております私森田の部署毎回新喜劇大会通ずいろんなところからですね、パートナーの昔グローバル情報の半径20センチ小さな我々を皆様にお届けするバレティのだお時間となってございます、ね。まあ大阪はもうコロナでございましてね、もう1000人超えまして、まあまあ超えんやろなと思ってましたよ。逆になんか900何人って910何人とか言ってる時、いや超えへんのかいっていうね、逆になんかちょっともう勢いでも1000人いけよみたいな感じで思ってたんですけど、まあまあまあなんか誰かに応援されたようにね1000人行きましたけどね。なんかあの時も900何人の時も実は、なんだなんか漏れてたかなんか分かんないですけど、もう300人ぐらいは、ほんまなんか結果が出てたけど、それをなんか届いてなかったとかっていうような話も、何がほんまか分かりませんね、何がほんまか分かりませんけれども、先日ですねお買い物を、まあ、うちのその天王寺の辺でしてましたらね、なんか親子、まあ、自転車バーって乗ってたんですよ。そしたら親子連れの方のお母さんが、私マスクしてるんですよ、もちろんマスクしてるんですけど、はってこう気づかはった感じがあったんでね、あれあ、まあ、気づかれたかなと思ったんです。でもまあ僕はマスクをしているから、まあ、私じゃないかもしれない、なんか別の人と間違いはったのかもしれないと思って僕は信号待ちをしてたんです。そしたら子供の手を引いてバーって来はったんですね。で、すいませんって言われるから、あ、はいって言ったら佐藤さんですよねって言われましたね佐藤じゃないですって言いましたすいません佐藤じゃないですって言いまして、え、佐藤さんじゃないんですかって言われましてね、佐藤じゃないですよって言って、で、どうしたらいいかわからないですけど、向こうはもう佐藤さんだと思ってるから、でも佐藤じゃありませんって言うしかなくて、え、じゃあ誰でしたっけっていうね、感じでございましたけれども、誰でしたっけっていう感じをもうなんかもう向こうからしたらわーってなってはるんですよ。しゃあないなと思って、佐藤じゃありません森田ですってこう言ったんですよ。そしたらですね、そうやんって言って子供が言ったの、お子さんの子がね、いやそうやんか、佐藤はあの魚の目の人やんって大きいこと言うんですよ。ね、だからそのお母さんがですね、ちょっとあんた魚の目の人って失礼やんかって言うんですけど、まあ、私に対しては別にそんなに失礼じゃないですけどね、魚の目の人失礼やんか、ほんと森田さんやん、カッパの人やんって、いやいや間違うたおかんお前やろ思ってね、一番あんたが失礼やからってこう思いましたけど、そんなことがありましてね、その後に付け加えるように新喜劇ネクストむっちゃ見てますって言われましたけどね、ちょっと悲しくなりました、はい。まあ、みんなは全然見ていただいても結構でございますが、私が出てくることはほぼもうないんでございましてね、またそのうち出させてもらえるようになったらまたこちらで告知できればなと思うんでございますけども、あと、まあ、私ね個人的なことでございますけども、一応この森田信義で毎回こう、ローリングストーンズの T シャツ何か 何かのこう T シャツをね、新しいものをと思って着るんです。それはもう徹子の部屋に見習ってるんです、実は。紅徹子さんも毎回服が違う、ね、私も毎回服が違うと思って、新しいこうストーンズの T シャツを購入したんです、ね、で着るの忘れてると思われるでしょ、ちょっと着てみるんでね、見てください、ね、わかりますか、ものすごい寸足らずなんですこれね、スラダでね着るとまだこれあれですけど、これスラダで着たらね、もうちゃんとしよう、ちゃんと着ますわですけど、もう裸になるけどね、何がしたかったかというと、私買ったんですね、見てください、ね、こんなはずじゃなかったこんなどうやって着んのこれでね、私のこのデザインが気に入ったもん、もう越しとこう、今日はこれでいきます今日はこれでいかせていただきます、はい、これをこれが似合う、そのなぜこんなことになったかと言いますと、私はこんな丈やとは知らなかったです。でもこのデザインが結構レディースしかなかったんですよ、このサイズはちゃいますね、
このレディングがレディしかなかったから、レディースの XL やったらまあ着れるだろうと思って買ったね。いや、ここの丈買いといてね、ここの丈、ここはここいけるの、肩のサイズもうここもバッチリなのね。いつもよりかこう言ったじゃん、ここよ、ここお腹冷やすわこれで、まあまあこれが似合う女性と付き合いたいなと思ってるんで、ぜひこれを裸で着たいっていう方、こちらの方までメッセージをください。はい、ギャル限定でございますはい、そんなわけでございましてね、こんな状況でございますが、スポンサーがございますので、いつも忘れんな、ただいま、乗務員募集中でございます母乳じゃないですね、ただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市で走ってございます。サンゴと書かれたタクシーでございまして、GO というアプリでね呼ぶこともできますので、ぜひ、サンゴタクシー、並びに GO アプリよろしくお願いいたします。もうね、今本当にもう何ですか、こんな人、コロナが増えてる、感染者が増えてるっていうのに、電車は少ないいろんな状況がございますからね、なので、まあ、ちょっとそういう、まあ、皆さんこう不安に思われる方はなるべくこう、公共の交通機関よりも、タクシーの方をご利用いただければなと思います。ぜひ、タクシー、サンゴタクシーをご利用ください。あ、よろしく。子供用じゃないです多分こうへそ出し用のね、ギャル用なんですか、こういう感じで着るやつです多分、ね、はい、はい、で乗務員募集中でサンゴタクシー、あと、生命保険と個人の自動車保険の楽さのスギちゃん、アークサーのスギちゃんですね、個人法人問わず、医療保険からがん保険、積み立ての保険は何でも、スギちゃんにご相談ください。Facebook で杉原浩二と調べて、またもしくは LINE ID がここにあるのかな、ここにちょちょっとやったらね、必ず森田信枝社を見たよとメッセージを添えてご連絡ください。漏れなくこちらの森田信枝社は、あまりこう評判の良くないというタオルを、プレゼントさせていただきます。よろしくお願いします。そしてですね、ご自宅など空いている土地ございませんか、津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、ご連絡お問い合わせくださいということでね、空いている土地ございましたほったらかししてでも、税金の無駄遣いでございますので、ぜひ、コインパーキングなどに変えてですね、収益の上がる物件に変えてみてはいかがでしょうかということで、この番組は広く常にスポンサーさんを募集しております。何でも結構でございます、こんなこと言ってほしいでも結構でございますよ、放送禁止用語を大きい声で言ってほしいとか全然結構です、やります。その代わり5万円からよろしくお願いいたしますはい、てなわけでございまして、2019年7月以来でございます。私もずいぶんお会いするの久しぶりでございますが、秋田久美子さんでございます。よろしく。ちょっと何ですか、くーちゃん。ごめんなさいね、のぶちゃん。ちょっと。いや、むちゃくちゃ可愛らしいですやん。そのマスクと服は合わせる。ちょっとね、あえて合わせてみようと思って、今日ね、ご用意してくださってたんですけど、はい、ちょっとあえてこれにします。いや、もう、いや、すごい。だからその中条さんが緑全身で緑のマスクしてるようなことですよね。なんでしょう、全部揃えるっていう。そうそう、もうちょっとカウカウの、はい、肌さんじゃないですか。全部揃える。チェックやろうかなとか。そりゃそうで、いや、うん、ちょっとね、あのご無沙汰します。ご無沙汰、いや、なんかね、のぶちゃんはいつもこう、はい、SNS を見てるから、はい、ご無沙汰感があんまないんだけど、はい、今あそこから見てて、はい、あ、本物やと思って。なんでや、いや、劣化した感じ、劣化した感じじゃなくて。劣化じゃなくて。ほんますか。いやいや、何ですか、僕たちはもう、あ、くーちゃんだ、ママブログの人だってママブログ、もうドキドキする、ちょっとした、私はもうあのママブログは、はい、ちょっともうちょいこう、何ですかね、もうちょっとだけ深くいってほしいな。あれね、あのね、はい、相当私もね、どこまで踏み込んでいいのかと思ってたんだけど、はい、でももともと中条さんの明細を見たって記事が、はい、1日13万アクセスすごいですね。そう、それが、はい、からもずっとそばにと一定の人数の方が見てくださって、はい、はいはいはい、でこう中条さんとの恋愛ストーリーも思い出しながら書いてるんだけど、はい、正直ね、あんまり踏み込んだらあかん位置もあるんで。なるほど、そうか。そうなの。なんですか、本物の反射が関わってるとかですか。いや、違う、なので、でもあの全然そうじゃなくて、はい、あ、これ書いていいのかなって、まあ、正直いろいろあって、はい、だけど結構はっきり書いてるよ。へぇ、あ、そうなんですね。そうそう、まだね、うん、その僕ら側からすると、うん、ちょっとその宇宙一の人間じゃないですか、一応、うんうん、状況というのを目を閉じてこう、うん、まあ、話聞いてたら、
もうちょっと興奮するぐらいはぁってドキドキするんですよ。ちょっとした官能小説です、あれは。最初ね、はい、なんかやり取りね、先輩と後輩がこうちょっとこうグッてこう近寄っていくあのやり取り、うん、あ、こうやって距離縮まるんやみたいな。そうそう、でも本当は中条さんが手握って、うん、私も手握って、はい、手離さなかったですみたいなのあるんだけども。ああ、そうなんあるんですか。あった、あ、そういう記事も書いたんだけど、はい、その後はなんかちゃんとこう帰りましたって言うけど、いや、そこが知りたいな。そこやったら本当に感動小説。いや、そうそう、いや、だから大人なところの事情をちょっと知りたいというか。そうそうそう、なんかこれがリアルだなって思う、はい、部分が多少あるから、はい、でも長寿さんは読むのよ、あれを。はい、もうちょっと正直に書いたらというのも、はい、前でも一応ね、いろんな方が読んでくださってるから、はい、ちょっとね、一応ちょっと何かとオブラートには、はい、薄いオブラートです。なあ、薄いオブラートで大変でしょ、そのお子さんもおられるから。そうなの。余計に私なんかもその辺がいてないから。いや、だからね、正直映るとかじゃなくて映さないようにという意識の方が、はい、レベルの方が高く、はいはいはい、ね、やっぱり子供がいるから、はい、なんかもう本当に万全の対策をしてるって感じ。わー、なんだけど、はい、でももうこのご時世いつなってもね、あります。変な言い方だけどしょうがないけど、徹底はしてるね。もうカバン、息子がランドセルをしたら除菌ブーンって、そのままもうシャワー、全部脱がして、はい、玄関で、はい、もう玄関ですっぽっぽにさして、はい、もう洗濯機に掘り込んで、じゃーえー、でもそれをや、私が最初やりなさいって言ってたけど、はい、自分からやってもはあ、もう僕でもそんな習慣づけられたらそのうち玄関の前で脱いでるかもしれない。いや、家入る前にスポモなってる。もう一本入家入る前にもうスポモなってるかもしれない。やる気満々の人みたいな。いや、でもノブちゃんどうな、最近は。どういうことですか、毎日どういう生活。まあ、どういう、もうね、このコロナ云々で考えた時に、うん、もうちょっとね、コロナ疲れじゃないですけど、コロナうつじゃないですけど、はい、なんかね、うん、元気なくなってくる瞬間むちゃくちゃあるし、ね、でもう、あ、本当に何やろ、もう嫌だって思う時あるんですよ。どういうこと、どういうこと、なんどうですけども、こう、まあ、例えばお子さんとかおられたら、うん、自分はこう、なんですかね、この子のためにみたいなのありますよ。ずっと寝てる嫁はんとか俺何のためなんだろうとか。なるほどね。でもまあ仕事に行くかみさんがおって、うんうん、でも仕事のない自分とかってこれもなるじゃないですか。あ、なる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 。だからその何をもって自分をこう鼓舞させるかといった時にやっぱ人と会うことが一番大事だから。いや、わかるわかる。でもう変な話ですけど、うん、若干酒に逃げがちですもん。あ、ちょっとわかるかな。わかる。いや、なんか、うん、その寝られへんじゃないですけど、うん、分かる、また明日も同じ日なんかなと思うと、うん、ちょっともうどうしよう、なんか例えば本当に仕事とかバッて入ったりとかしたら、うん、パッと思うんですけど、うん、自分でパッと Google カレンダーでね、うん、今共有じゃないですか、うん、何にも変わらないですよ。、うん、あ、何も、あ、ここにパッと入ったりとか、うん、オーディションと、あ、オーディションあると思ったけどなくなりましたとか、オーディションとかそのなんか年齢がね、どん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 で亡くなりましたとか、あとまあその自分でこう、まあ、ネタ動画とか作って送って、うん、それのまたオーディションとかだったら、その動画がなんて、まあ、面白くなかったとかね、うん、あまりにも多い応募だったらそれは落ちるかもしれない、うん、落ちました。これどうやってこれ次に自分がつながることやっていったらいいのかなって思ったりとかすると、あ、そうか、ちょっとそのちょっとね、ちょっとどころじゃないですね、うん、本当に落ち込むっていうか、あ、何をしたらええねやろと思うんですよ。あ、いや、でも言ったら、それこそ私と中条さんと同じ職業、はいはいはい、言ったらこの昨年の3月4月あたりがガーッと同じような状態をお互い見てるわけよ。うんうん、言ったらあれ、そうですね、言ったらその息子は学校が再開して行く、はいはい、中条さんは仕事がなく家にいるっていう状態が続くと、はい、朝昼晩作って、はい、ずっと顔合わせてるわけじゃない、はい、でも私は絶対にマイナスのことは言わないでおこうと。うわ、偉いと思って、いやいや、もうこういう時期は勉強になるよと。やっぱりその、はい、それはもちろんこうお金の面とかあるけど、はい、なんとかなるよと。もう、はい、もう言い続けたの、中条さん。なら、あ、そうか、そうか、分かった。じゃあなんとかなるか、なんとかなるかって言って、はい、で割と、あの中条さんが一瞬グッと落ち込んだ時はあったから。おー。
でも、あ、大丈夫大丈夫、こういう時期があるのよって言いながらやってたら、まあなんとかこう楽しく、わ、一応、はいはい、なんとか乗り越えてるって感じかな。いや、すごいな、うん、だって僕なんかだからほんま、こんな職業じゃなかったら、うん、自分は買い物して、うん、ネットでね、うん、もうどこにも行かないからせめて新しい服でもって言って、うん、こんな服届いたら俺へこんでるもんせやな、はい、もう悲しみに暮れてると思う。でもお笑いでよかったなと思いました。こんな服届いても、あ、もう着ようって来て見てもらおうって思えるからちょっと明るくなれたんですけど、それこそそのさっきの冒頭でも言いましたけど、待って自転車ね、こうやって止めてパッと気づいてくれはるね、お客さん、そういうファンの方がおられた時に、佐藤さんですかって言われると、え、佐藤君に間違えられるの？そう、間違えられる。そこをどうなって？いや、わからないですよ。なんか、わかんないですけど。でも私ね、すごい嬉しかったのが、はい、マスクして、はい、もちろんするでしょ、はい、帽子かぶったし、眼鏡もかけるのよ、はい、スーパー行くとき、はい、なのに、ブログ見てますって言われること。うわぁ、すごい嬉しかった。へぇー、そうそうの方に、はい、ここにちょっと距離保って、はい、いやで、ブログの力ってすごいなと思ったんですよ。主婦関係の方すごい。僕はこの間なんか、うん、たまたまヒロさんの個展やっておられたから、うん、見に行った時に、うん、僕がその NG の裏側のとこ自転車でパーッと通ったんですよ、うん、まあ、そのパーッと嫌なんです、正直。自分出番でもないの、あそこ通んの。わかるわわかります。むちゃくちゃ嫌なんですよ。すごいわかる。あ、すいません、すいません、すいません。だから、うん、もう通んの嫌ですけど、あそこ通らんと、うん、ダメじゃないですか、うん、でも、うん、その出番でもないのに、うん、NGK の近くに行くのがもうちょっと嫌やし、顔をさした時に、なんか、え、出てはるんですかとか、うん、見ろや、出てへんわってなるんですよ劇場行け、出てへんわって思うんですよ。表回れ、表回れ、表回って、な、金払って上上がれ、うん、出てへんでいい。だからそれを言わなあかんのがもうここなんか嫌なんですよ。あ、分かる分かる、うん、だからなるべくあの辺をうろうろはしたくなくて、うん、ただあの辺をうろうろするのが嫌やけど、うん、まあ、キロさんのこの個展があった時に、うん、そう、僕が自転車パッと通った時に見られて、うん、子供がバーって来てくれたんですよ、うん、写真森田さんっつって、うん、まあ、それ気づきますわ、うん、まあ、青いな顔してるかでも写真撮ってくださいって言われて、うん、ああいいですよって言って、うん、でもこう一緒に撮るのはどうなんかなとかいろいろ思いますやん、うん、もうそれはなんか無限に「とか言うのはちょっとちゃうから、ほんもう「じゃあ、あれ？」って言ったら「あの、じゃあ撮るだけです」って、うん、あ、じゃあ僕が」って言ってこうやってやった時にこうね撮ろうとした時に「あ、いつも YouTube 見てます」って言ってくれたんですよ。はい、はい、うん、いいよ。ほんで僕「もうみんな」って言ってしまったんですよ。なんで？いやな、見たあかんっつってYouTube 見たあかんねっつってうざ、ありがとうとかって、ありがとうだけど、なんかあまりにも恥ずかしくて、もう見なって言って。伊達さんのとこどんな反応してた？いや、えってなってた。そうそうよな。ああ、いや、でも、でもあそこ通りたくない気持ちすごいわかるな。ねえ。私、だってあえてちょっと一本外すもん。あれなんやろ。あれなんやろな。一番のホームグラウンドに一番近寄りたくない時間があるっていう時期がある。なんやろな。いや、私もこの間ね、ほんと数日前に、どうしても会社に行かなきゃ用事があって、はいはい、行ったのよ。はい、行って、で、降りて、で、中条さんも実は一緒で、うん、中条さんがなかなかちょっと降りてこなくて、はい、待ってたのよ、はい、そしたらちょっとね、あの、うー、うー、ちょっとあんた、誰やあんたみたいな人がちょっといたの、はいはいはい、男性の方で、はい、で、ちょっとまあ、あの警備員さんが出てこられて、はい、あ、すみません、ごめんなさいねってやってたんだけど、はい、誰よお前、誰よお前って結構こう、声をかけられて、はい、で、警備員さんが、いや、ちょっと、ちょっと、あっち行っといてくださいって感じだったんだけど、ちょっとその時に、ミキの亜生くんがちょうど出てきて、はい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 、亜生くんが、え、お友達ですかって言って、違う違うって言って、はい、いや、あの、ちょっと知らない人って言って、あ、ミキやないかい、はい、とか言って、はい、本当そうして、その話してて、あ、なんやろ、なんかこの、しかもいないのよ、あの人通りが今、はいはいはい、なんか寂しい感じがしてさ、いや、確かにね、なんかね、なんなんやろ、この気持ち、このここに来たくないというのか、あれはなんかね、その、うん、顔を刺されることは別に喜びなんですけど、それが嫌なわけじゃないですけど、ちょっとわかるな。なんかね、うん、なんかね、あの昔ね、このコロナ禍になる前に新喜劇のファンの方が待ってくださってたんですよ、はいはい、よくね、男性の方で、はい、でその方はなんかね、若いと思ったら声かけるの、ほうほうほう、人がいたのよ、はいはい、必ず若いと思ったら、若いと思ったら言ったら、もう若手の女子なんかガンガン声かけられるの、はいはい、さないとか、はい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 、で
明恵姉さんが出たのよ。はい、バーって、はい、声かけられなかった。わあ、なんか予選に落ちた気分って言ってて。わあ。で、はい、くーちゃんどうよどうよってなって、私多分無理ですかね、ちょっとボーダーラインちょっとむずいなって、はいはい、だから女子と見るか見ないか見たらどこだ。そうそうそう、もう、はい、なんでこの人気づかなかったちょっと思ったけど、はいはい、行ったら明恵姉さん。なるほど、勝ちました姉さん。はい、まだカウントされてます私はって。でその後緑姉さんがいて、はい、もちろんもうブブ。いやもうね、そうなの。そうか、そう、女性は女性でまだそこもあるんですね。あったよあったよ、すごくよくあったよ。ああ、うん、だからなんかこう一時期、うん、そのまあ鶴本さんの週出させてもらってて、うん、で新喜劇なんか100だとかなんだかそんなんで、うん、まあ終わってから、要は今までだってあの時の時代、A 時代やったから僕にとってあれですけど、うん、新喜劇が終わって、うん、まあ、でも普通の NHK の通常公演終わりますよ、うん、通常公演終わった後いつ出てくるかわからないじゃないですか、はいはい、演者が、うん、でも新喜劇だけのイベントは、うん、もう新喜劇終わったらみんな出てくるって分かってるから、うん、結構裏の楽屋口とかにブワって人がいてたりとかしてたから、うん、そういうのはなんかなんですか、あーなんか結構面倒くさいこと多かったけど、ああ、時代やったんかなってちょっと思ったりするんで、今はもう、そうね、そのあの時でも、うん、へえ、あいつに声かけて俺には声かけへんねとかいっぱいありましたよ。おい、絶対俺の方が活躍してたってとか思いながら、うん、いや、何やろ、何をとってどうっていうわけじゃないですけど、うん、ほんまにこうファンの方なんですけど、うん、ファンの方じゃない人おるじゃないですか。あ、正直ね、そう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 。あと、うん、いっちゃんも最近とかネットでこういろいろ SNS とかやったりとかしてるんですけど、うん、ニーナ君とか俺をチラッと見てたら、やっぱ普通に来る、当然普通に来る質問なんですけど、うん、今度いつ新劇出ますかって、知らんと思って会社に聞けその質問よく来るわ。よく来るでしょ、よく来る、本当に。そう、考えよと。うん、わかる。いや、傷つくのと思ってないことはわかります、うん、向こうは見たいと思ってるからということはわかるんですけど、うん、こっちのメンタル考えるなんてめちゃめちゃ怒る。めちゃくちゃ思うんです。すいません、いろんな思いがもうバーって出る。いやあれね、いやだからそれ、いや僕はもう平気で、うん、怒号を吐いたりしますけど、うん、そのなんか今 NG でこれね、うん、SNS じゃなくて僕インスタライブとかやったりとかしてたら、うん、だからあの飯食うて昼飯ね、うん、家で配信してるんですよ、うん、別になんでせなあかんねんって言ったら別にせんでもええんですよ、うん、ただ自分でこう生きてますよ今日も、うん、味覚がありますよっていう感じでね、してるんです。そしたら、今 NGK の下に来てますっつって、森田さんも来てくださいよみたいな。はよ死んじゃうよ、もうちょっとあのね、もうちょっと冷静にならない。でもね、私ね、あのあそこで待ってくださってた男性の方ね、うん、あのある日ね、家の近所でお会いしたの。え、そうなの、かんなかもしかしてという時期があって、うん、どこでも会うのよ言ったら帰って、うん、まあ、まずまあベタにホームで会ったの、自分の最寄り駅で、はい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 、あれ、あ、こんにちはって、こんにちはみたいな、それ次に近所のスーパーで会ったの、で次コンビニに会ったの、これいよいよあかんなと思って、もうその時からちょっとマネージャーに相談しようかなって思った時に、あのーって声かけられて、向こうから、向こうから、はいはい、ご近所ですかこの辺のって言われたから、はい、違いますって言ったの。絶対近所やのに、絶対近所やないと見えてんねんけど、マンションとか、はい、違います違いますってはっきり言って、はい、じゃあ何なんですか、何で言わなきゃいけないんですかって言ったら、その時はっきり言った。ああ、何で言わなあかんの、何で言わなあかんのですか。あ、いや、そりゃそうですよね、うん、だからその、あの子供の写真とかも私は徹底して載せないようにしてる。ああ、そういうのとか、はいはいはい、でもそれも中条さんが一番もうアウトだから絶対載せるなって言われたから、まあ、いろんなお考えがあるから載せてる。まあそれはね、正直その、うん、まあ、今 YouTube だなんだろうっていう昨今で、うん、こう一番数字上がるのが家族を出していくっていう、そこなのよ、そういうの切り売りをしていくっていうことってなってきちゃってるじゃないですか。そうなんだから、そこ難しいんだけど、はい、でよく正直ありがとうなお話で、はい、息子さんとロケいかがですかとかもお話いただいたことあるんだけど、うんうん、そこはちょっと、うん、やめとこうかなって感じで、あ、でもね、さっきの話に戻るんだけど、はい、その私が割とついてきた人が、はい、申し訳ありませんでしたって言って会社にプレゼントをね送ってくださったんです。お、名古屋の方だったの。え、名古屋から、名古屋だったの。え、だからてかずちょっと待って、それストーキングやトーキングやったんかな。でそれで
本当に申し訳ありませんでしたって言われて、はい、めっちゃ高価なアディダスの靴履いて、それが今日これ履いてるの？違う違う、これめっちゃ安いんやスタンスミスじゃないですか、これ何千円の靴、ちょっと待って、ちょっと見せてください、靴違うよいや、すいません、悪くてすいません、アディダスですやん、ちょっとちょっとね、形も何もでもね、これ本当ね、言っちゃうけど、はい、1980円安っ。でも、ね、ラキシュ、あのね、これねラキシュ、ラキッシュ10足ぐらいも買ってる。え、本当に母ちゃん、だってね、もうハッピーやすいやいやいや、これもカラーといい、何よりもスタンスミスですね。正直ね、今日私コンバースとかアディダス正直出したよ。まあ、サッカーこんな風に紹介されたわ。これでいいわ、ちょっとね、軽いわ。そうです、これね、もうすぐ、いや、ちょっと待ってください、これはちょっと、いやいやいや、汚くないです、マスターほぼサラですやんか。いやいや、そうなの、スタンスミスか思ったらちゃうやん。違う、ちょっと気合い入れる時とかあの、いや、まあ気合入ってるよ、でも、はい、ここまで映るかなと思ってないから、いや、まあそれ足元はね足元、でもこれはちょっと面白いですよ。ラキッシュって知らんかったな、調べよう。めちゃくちゃ早い。これなんかあの靴のなんとかってやつとか流通センターって話ですけど、靴の何やったかありませんか？もうネットで買って、そうそうそう、そういうとこから、めちゃくちゃって何回やろ、買いやすいわ。ちょっとそれ、ネットで靴買うんすか？私ネットでしか靴買わない。足合うかどうか分かりませんやん。それすごい言われる。だからのぶちゃん絶対履くでしょ、目の前で。僕たちはでもスニーカーやから、うん、僕はなんかこれもネットですよ、これもネットだから、結局ネットでしか買えないんですよ、うん、僕のスニーカーね、うん、でも足のサイズ29センチで、ナイキはもうこれって決まってるから、うん、もうそれで多分絶対大丈夫なんですよ、うんうんうん、でそれよりも何よりも正味足に合わんくてもその靴が欲しいで買うから、うん、あ、でも歩きやすさ履きやすさよりも、うん、その足になりたいみたいな感じじゃないですか、うん、その、はい、この服着たいで買うみたいなことですよ。でも基本は一緒なんだ。私もこれ可愛いなと思うんだけど、ああ、まあ、これに関してはちょっと別だけど、ああ、例えばめっちゃ可愛いドット柄のスニーカーとかだったら、履きたいって言ってみんなの声をこう検索して、ああ、ちょっとあの大きめ買った方がいいですよとか、そういうの見ながら、はあ、レビューとかそういうのちゃんと見て見て買う、うん、はあ、それは、うん、割とご褒美的に買うかな。実際でも、うん、そのまあ今この靴の値段もそうですけど、うん、ちょっとその経済的な部分では、うん、もう財布の紐はもう完全姉さん。あ、違う、中条さん。え、中条さん。でも中条さんは私の貯金額とか絶対知らない。あ、でもだからあのこれで 今月やってくださいね、セーブ、はい、あー、あ、お渡しされる、お渡しで、もう家賃も公共料金も、はい、そういうな保険のことも全部中条さんが管理してる。あ、だから申告も中条さんが全部管理。あ、そう、え、お二人でやっておられるわけじゃなくて、もう中条さんが全部書いて、で、じゃ今はちょっとなんか領収書とか出したいって言って、ああ、とかとかって計算しか分かんない。庶民もゲスに話したんですけど、うん、あのブログは銭になったんですか？なってます。あのね、1万何本アクセスって、それはもうだって今まで見てたら、うん、アフィリエイト張りのなんかちょっと広告みたいな入ってませんか、あれ？あれもうお金入ってくる。いやー。でね、私はあれがお金入ってこないと思ってずっと割とやってた時があったんです。そしたらある時に友達が、あれってお金入ってるのって言うから、入ってないって言ったら、だってそうよね、あれオフィシャルにしてないもんねって言われて、え、何それって言ったら、え、知らんのって言われたんです。でオフィシャルにしたらアメブロさんはお金をくれると思うよ、一般の方に教えてもらって、で、社員のメガネかけた方に、はい、男性の、はいはい、もう、恫喝するおっさんや、恫喝お前これね、こうかなってるのやけ、朝の10時に電話かかってくる人や、じゃあ、多分名前出したらあかんじゃん、ハラスメントは受けてませんかって言って、あなたですって言ったら、あ、その質問に答える必要はありませんと言われるし、おい、マジかこれと。そうだ、あの人に確認して、はい、すいません、あれってお金いただけるんですかって言ったら、はい、できますよって言って、あの人からそんなできますよみたいな質問に対してすぐこう返ってくることあるんですか？あった。それで、あのアフィリエイトっていうか、あの貼り付けもしていいんですかって言ったら、いいですよって言ったら、その吉本のアメブロ担当の方から連絡が来て、東京の方やったんやけど、で全部こちらであのやりますって言って、パスワードとかちゃんと設定して、でオフィシャル化にしてやる。
そしたら、はい、次の月からしっかりお給料明細が届くの。僕はあの人から辞めろよって言われましたからね。辞めるって何ですか。新喜劇辞めろって言われました。うっそー。てかこの世界辞めろって言われました。なぜ、はい、いやそれもなんか長い、まあ、そのケツ叩く意味やったって言われたんですけど、うん、ケツ叩く意味で辞めろって言うって思ったんですよ。ああ、最近、いや今日2019年です。だから20年も終わっ、もうあれですから、うん、もうコロナで全部アウトでしたけど、うん、なんかそのイベントどうのこうのやっていく中で、うん、3年で僕、うん、なんか3年で受賞部しようみたいなことになったんですけど、うん、いや3年なんて、うん、だらだらやってる場合じゃないし、もう1年で勝負かけます僕って言ったら、うん、ほらうつやったら分かった、ほな俺も1年で何かできるようにサポートするわ、うん、っていう言葉しかないじゃないですか、うん、ほんなら1年結果的にはやめろよお前あそう勉強して何か何かしてんの時間何かぐらいやってんのそれ次やお前、それも普通のトーンで普通このトーンです。怖い。もうね、うん、言われたことないんすよ。その何仕事の前向きな言葉ってこと。いやだって自分のイベントやっていくどうのこうのって、うん、こうやってやっていくっていう流れで、うん、今、まあ、こんな状況やけど、うん、なんですかね、やっぱ上トップ行きたいし、うん、上上がっていきたいし、うん、イベントもやっていくっていう流れで、うん、とりあえず1年むちゃくちゃ頑張って結果出えへんかったらまた次の道、次の道じゃないですけど、うん、やり方を考えるという意味合いでとりあえず1年間むちゃくちゃ頑張りますみたいなことを言ってるだけなのに、うん、1年結果出えへんからやめろお前で、この世界やめろ俺言ってきたから、うん、なんで意味がわからん、何やそれ。それお酒飲むね、のぶちゃん、はい、ね、ほんで僕がえ、ちょっと待ってこれもこんなおかしいあ、そうそうですよ。私は逆に前向きな言葉し、まあ、ちょっとあのマイナスのこともあったけど、うん、割とプラスが多かったよ。いやなんかやりましょう、なんかしたいことないですかの方が大きかった。いやそれはすごいですよ。だって他の座員からしたらもうこれはこうしますけど、そうみんな録音して言えよって思うんですけどあでもなんかそれ聞いたことあるな一回。ああそんなん言うと思って。すごいね。すごいでしょ。すごい。これは流したらあかんちゃうなこれ多分な、あかんやつやな。でもね、そのブログの話だけど、あの辻ちゃんいるでしょ、元モーモスの、はい、辻ちゃんは、まあ、マックスの時とか月500万ぐらいもらってた。え、ブログで。ブログで。で500万、月月、あとアレックさんと結婚して川崎のぞみちゃんとか、あの人も夫婦で何百万で稼いでる。ブログってそんなんだ。そうなんだから私その最初見てた時にすごい朝6時ぐらいからのぞみちゃんとかあげるの、はい、おはようございます、はい、今日も頑張りましょう。なんで細かくこんなあげるんやろなと。そら書くわ。いやボイシーただやわ本当に。そんななんや。そうで、それでお金のためとは思ってないんだけど、ああちょっと思ってるか。いやていうか僕は思うんですよ。自分たちが発信することは我々は発信者だから、うん、その何かまあいいか悪いかは何ど、まあ、どうかわからないにしても、うん、ある程度のまあどうやってですかね、形になるものじゃないものをお届けする、うん、まあお仕事じゃないですか、うん、ということはその中で形になるものが一応残ってるってことは、うん、これは僕は一個のその、うん、どうやってですかね、お商売の中で売り物だと思ってるんで、うん、だから要はまあね、映像もそうなんですけど、うん、なるべくこう形に残していくような今時代じゃないですか、うん、そのなんか当然のことやと思うんです。それがお金にならないかって、うん、いやボランティアではやってられないし、うん、我々もある程度、まあね、生活していかなきゃいけない部分もあるし、うんうん、はいやだからそれで、結構またこういろいろブログを始めた周りの方もいらっしゃったとかしたんだけども、はい、でもやっぱりね、前までやったらね、あのすごい失礼な話だけど、お酒飲みながらガーって書いてたんだけど、やっぱ最近はちゃんとした状態で書いてる。たくさんの方が見てくださってると思ってるから、ちゃんと書いてよしってちゃんと送信した後にお酒飲むの方が美味しい。わー真面目やな。真面目って言われる。僕なんかもう泥酔でボイシーやっててむちゃくちゃ怒られましたよ。聞かれんのあれ。聞かれました。うわ誰に聞かれたか
吉本興業どこ聞かれたか、どこ聞かれたか、ヘビーリスナーやわ。なんで聞いてんの？知らないです。寝る前に聞こえてる。おはようございますを寝る前に聞いてるらしいです。よくわかんないです。でも時折やっぱこの状況どうやねんと思いながら、うん、ちょっとなんですかね、聞いてはると思ったら聞いてくれと思いながら喋っちゃうかもしれないですけど、だからそのメッセージ的にはちょっと偏ってるかもしれないんですよね、うん、だから私この間ね上げたブログで、はい、あの当時私が中条さんとお付き合いしてますって告白したマネージャーがいるんだけど、はいはい、あプロデューサーが、プロデューサー、はい、乗ってました M さんって方なんですけど、 M さん、はい、M さんはもうすっごいもう歴代のプロデューサーベスト3に入るぐらいめちゃくちゃ親身になってくれた、まあ、でも例えば仕事がなかったら仕事最近やってるな出てないな劇場ほんな営業バンバン入れるわとか、もうそういう人だったの。そんな人、そんな人誰誰またああもうあの人めっちゃいい人だったの。そう本当にいいとこで、でなんか飲みに行こうとか言ってなんでもその時にもうパッて仕事話して、あもう仕事話終わり、はい飲もうでみたいな感じ。うわすごい人だったの。帰ってきて全部切るけどここも切ってほしいんだけど、いやほんまなんやねん。あるあるよね、あるある、うん、だからあるやわ。だってもう新企業の人間ギャラ安すぎるってあげる言うて、まあ、それは上がってなかったかもしれないですけどでもそんなことを言ってくれる人がいてなかったから。そうそう、だからあの時に例えばなんかラジオしたいとかと興味あるってやりたいですって言ったらちょっとレギュラー取ってきてもらったりとか。もうだからちゃんと劇場営業、劇場営業ってあの時みんなが潤ってた時期があったりとかして。だってもうね、この間も、うん、まあほんまこれはあれですけど、うん、今日ね、うん、のなんか休園になってますやん。知ってます？知ってます。なんですけど当人には迷惑、当人にはもう問題がないから、うん、かわいそうな話やなと思ったから、いやそうそう、ね、うん、僕はもうそのちゃんと LINE して、うん、もうそんな気落としなやと、うん、はい、うん、はい、もうあなたが悪いコロナが悪い、うん、ね、だからもう大丈夫大丈夫っつって、うん、そんなもう周りがいろいろ言うかもしれないけども、うん、そんな金銭の時やっていうことは言いましたし、はい、ただもうこの組織の中の一部のこのやり取りとしては、うん、僕はそれで要はね、いつなんだっけそんな状況が起こるかわからないのに、うん、その下を準備していない、あ、はい、大会案を準備してない、だなんていうの、代行できるやつ山ほどおるじゃないですか、うん、そうよね、死ぬほどおるでしょ、うん、すぐこの台本でやってくれって言ったってもうやりますやん、うん、誰か舞台上がってなんとかなりますやん、うん、そこも多分むちゃくちゃ面白い必死の新喜劇ありますよ、うん、同じ台本で、うん、それはおいせえへんっていうのは、うん、何やろ、こうな見せられへんものやと扱ってるのか。なるほどね。元気大きい声出る2日ぐらいやったら声枯れ大丈夫あのね、でもね、私あの息子が、はい、とにかく好きなの新喜劇は、はい、めちゃくちゃ好きなの。だからそれこそタメキ君の名前が出るぐらい好きなのよ。ほんと好き、ちっとの悪いけど下の子の名前も出るぐらい好きなのよ。すごい、はい、でやっぱつけるのよちゃんと、あの12時54分になった土曜日ね、はいはいはい、時にまあちょっと変えてよとか言えないよもちろんね、はい、何回これするその時に、はい、私ね一回ね、あの、まあ、2、3回ぐらい冷静に見たのよ、はい、なぜこの人なんだと、私、はい、なんで私じゃないんだ、はいはい、私だったらどうするんだろうかな、例えば誰々の奥さん役、はい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 、向かいのクリーニング屋の奥さん役、はいはい、あなたって出てくるだけ、はい、一言言って吐けるだけ、はい、これなんで私じゃないんだ、うわ、はいはい、すごい冷静に考える、はいはい、で、うん、って言ったら息子がなんでママは出ないの、言うわけ、もう、うわ、もうだからさっきのファンの人はいつ出るんですかみたいな、そうよ、はい、だからうん、そうだねって言って、うん、いやこのお姉ちゃんの方が人気があるのかなって言ったんだけど、心の中で違う違うぞ、私違うよ違うよと、私やったらもう一つぐらい毒入っていくぞ、うんうんうん、そんなあのここのコーヒーまずいからって言いながら吐けないわ、はい、そんなんだけではね、そんなんじゃ吐けないと、言いたいことの半分以上も言えなくてみたいなことですもんね、そんな、そうで、ずっと考えたんだけど、はい、答えが出なくて、はい、久しぶり昼からビール飲んだまあ逃げるが酒ですよね。酒だよ。なんか、なんかあれなんだろう。だってごめんママちょっとビール飲んじゃうかなちょっと。うわあ。なんかそういうのちょっとあった、そういうちょっとあのグイッと下がった時期。いや。まあそんな状況でございますけども、このコーナーに来たんです。リコメンデーションスピー。
い、そのこのゲストの方のお写真を紹介するこのダチョウの方の大きいモニターにご注目いただけますでしょうか、はい、こちらでございます。出てくるんでしょうか。ああ、そうです、これ息子のブログに載せた写真なんですけど、はいはいはい、息子が今9歳小4です。わあ、おお、うん、小学校4年生でも、もう女の友達が多くって、女子のいいなあ、でもう、でもう息子も徹底してるからマスクして、でちゃんとこう外でもこう空気がいいところで遊ぶようにしてるんだけども、絶対にもうちょっとおしゃれをこう女子気にしてるのかな、こういう格好していくの。前までだったらじゃあこれ着てね、これ着てねだったけど、最近もサングラスしていくんですか。サングラスして、え、サングラスしていくんですか。していくのだから、でね、あのサングラスしていじめられるね。そうだから、でたまに自分でお菓子買ってくるって言ってこの格好で行こうとするんだけど、じゃあ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 って言ってカラーボール投げられるからって。あ、いやいやいや、そんな年齢じゃ、まあ9歳で投げられんやろけど、ないけど、でもあのコンビ、そんな格好でコンビニ入ったらダメよって言って、はい、でも本当になんかちょっと意識して、へえ、でもこういう風に見えるけど、でも寝るときはまあまあとか言いながら抱きついてきたりする。はあ、かわいいんだけどね。はあ、だからあの今日もあの森田くんのとこ行くんだよって言ったら、あ、森田くん、森田はとか言って、お、え、知ってる、あ、ジョアン見たかこれはこのそのあのね教育に悪いから教育上むちゃくちゃ悪い YouTube やから、しかも神経教育にはいっちゃうよくない、はいはいはい、もう愚痴と怒号のでもね、本当ね、なんかあの、うん、なんかこういうのがすごく多くって、へえ、今日のあの可愛いですよ。いや、これはでも、うん、そうか、もう9歳になられる。9歳、あの、うん、ご結婚されて何年なんですか。50?2010年1月に入籍したから51年くらいかな。あっという間ですよ。はい、じゃあ続きまして、お写真が、はい、こちらでございます。あ、吉本きゅ工業の給料明細かな、はい、はい、これを写真載せて、その13万アクセスです。13万アクセス、あのびっくりした、もうね、あのババ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 バってこう数字が、あのアクセスがバババババっていって、給料明細のこの封筒のこの感じだけでそんな上がるんですか。上がった。まあでも内容が、あの中条さんの給料を言ったら初めて見た時の感想、ね、ニュースにも上がってましたもんね。じゃあネットニュースにも、ニュースにも上がって、俺も毎月給料明細載せようかな、ほな、あのね、でね、私ね、はい、この一件があったから、はい、またね、今月明細届きましたって書いたのよ、はい、そしたら同じようなぐらいアクセスだった。えっ、だからみんな興味あるのよ、やっぱり。この間僕、うん、その年金、日本年金のあれが来たんですよ、うん、払ってくださいみたいな、うん、いや払えるかと思った。まあコロナによって減収されたか、減収の方は、うん、あの免除申請売るのはありますよって言ってで行ったんですよ、うん、でそのもうその手の内とこですけど、うん、年金事務所とこで、あの一番低かった、うん、その月の、月収分かりますかって言われたんですよ、うん、3,600円なんですよね。多分去年の3月ぐらいと思うんですけどって言われて、バーッと見たらほんまに3000と、え、うわ、低っと思って、うん、それが、それかける10にしてもらえますか、言うて10にしたんですよ、うんうん、それが、こちら側から概算する、去年の年収です。少なと思ってよう生きてたな俺、4万ちょいや、え、4万ちょい1年で、え、これが俺の去年1年の去年1年年収、よう生きてたね、よう生きてたわえ、森竹はのぶちゃんがもう全部握ってるの。いや、僕は握ってるのは、僕しか、僕だけが、だからもう神さんは自分のあれを一切入れてこないので、お金は。そうそうです。もうだから何一つしてもらってないです、そういう意味で言うと。出すだけ、出すだけです。だからもう電気代もガス代も、うん、その向こうのつい全て家賃もですけど、うん、全部私です。え、正直さ、今って奥さんの方がやっぱ上、お金は。だからその確定申告を僕しに行くじゃないですか、うん、僕の収入どうのこうの言うと、うん、国民健康保険なんて、うん、ほぼタダみたいなもんなんですよ、本来ならば、はい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 、ただ、かみさんの収入があるから、うん、月結構高かったんですよ。なるほど、なるほど、うん、俺、こんな払わなあかんねん、てか、扶養に苦しめられてるやんと思ったんですよはいはい、はい、でも、その、国民健康保険はもうちょっと払えないからって言って、うん、去年の時に、その区役所に行ったら、うん、収入どうのコーナーでは、実は僕が嫁はんの扶養やったんですよ僕が扶養家族やったんですよ。あっ、養うてもうてたんだ俺が全部金払ってんのに区役所や役所の書類では俺が養うてもうてたんやと。何やろな、これ
これ何やと思って一銭も持ったことないですよ。あ、そう、はい、これでとか何もないです。結婚してから来てから一回もないです。私でも片手で数えるぐらいだけどあるよ、やっぱりなんか奇跡的に中条さんにコロナ禍前にバッてもらった時に、はい、あ、多いなと思ったから、今年私が、今月私が家賃出します。でも、たまたまちょっと家開けるから、うん、営業とか何日3日開けるから、うん、これでって言って、うん、一枚のとこ置いていったんですよ、うん、今度猫の餌山ほど買うんですよ。いや、俺、お前のために思ったのに猫知らん。いや、申し訳ないけど猫の餌1万円も買うなよかさばってしゃあないいや、なんかあるやろそのだってで1万円でその3日間過ごすとは言ってない、そんな贅沢なことすなよと、うん、で1ヶ月こうゆっくり見たらええやんと思ってたら、うん、3日間でこんな山ほどの猫の餌俺も食われへんやん。せめてな、せめてせやな、こんなんか僕がもうたかんのやつとかやったもの、うん、食わへんのすね、こう口越えてもうて芝居たるかもただぶっちゃけさ、のぶちゃんは俺これ最高やなと思った額って車買える？いや買えませんわ。だから聞いててびっくりしましたもん。あ、そう、はい、だって毎月あーって思う時ありました、うん、だから車で靴は買える、靴ね、はい、はい、だから一時期ほんまに何、うん、やろ、靴はむっちゃ凍ってましたわ。あー、そうですね、備え足ないやのに備えいらんやろぐらい凍ってましたけど、うん、でもそんな車買えるとかなかったっす。ああ、なんかね、中条さんはなんかバーっていっぺんに入った時があって、はい、その時に私が多分見たと思うんだけど、はい、ああ、帰る帰る1回でと思った。うわー、そんなんみたいな夢あるなと思って、はい、でちなみに秋田さんはどうなんですかって質問いただいたから、はい、私もちっちゃいちっちゃい車なら買える時がありましたって書いてた。わー、うん、そう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 、それがすごかったな。僕はほんまに自転車でちょっと行けるとこまで行こうって、この間もしゃべりましたけど、うん、行くところで、あ、これもう限界やと思った時に、うん、パッて中古車があったんですよ、うん、軽トラが8万円で売ってたんですよ。あれやったら買えます買えるか、はい、よかったよかった、はい、あれは買えます。あれ買えるか、あれは買えます。あれはいつでも買えます私、はいはい、いや、だから新車は無理やわ。でもなんか夢あるなって、すげえな、嬉しかったで、はい、で続きましてのお写真でございます、はい、こちらでございますと、ああ、これは中条さんの子供の時の写真です。お坊ちゃんやん。あのね、どうやらお母さん、あの服も全部オーダーメイドなんだって。え、ちょっと待ってくださいよ、スリーピースです。そうなの、全部お母さんがオーダーメイドで注文されて来てるっていうやつで、でもあんまり言うなって言われたんだけど、はい、もう息子にそっくり、いや、そっくりですわ。そっくりでしょ、はい、この似てる。これを見たママ友たちが、はい、写真解禁したんって言われたの。あ、確かに、いや、わい似てて、違うって言ったら、ほんまちょっと写真古いしってなって、そうなの。だからね、本当になんか似すぎて、いや、そうなんだ、なんかお坊ちゃまなのかなと思う時があった。お坊ちゃまでしょ、これは。お坊ちゃまだから、これがもしその通ってる幼稚園の制服とかでもお坊ちゃんですよ、こんな。あ、そうよね、はい、でも全然普通になんかちょっと遊びに行くのに買ったって言ってた。これは、え、遊びに行くのに買う、うん、って言ってた。に中にベストいる、うん、そうそう、ね、ジャケットもいらんけど。そうなんだ、お母さんが常にこういう服を用意してたっていう、ね、とこ行くんやからっていうやつですよね。そう分からへんから、子供こんなめんどくさいと思わへんし。うん、そうなの、僕いまだにスリーピース持ってないですもん。あ、持ってないの？持ってないです。だから中にベストが、うん、とかないですね。買おうかなとは思ってますけど、うん、そうなの。これもそう、これ、まあ、これもブログに載せたんだけども、はい、これも結構反響が大きかったかな。いやうん、もうこのいう髪型もできない旦那さんですけどね、もうね相当ね相当ね、もうね、ないなちょっとなんか、いや、僕が言うのもなんですけど、うん、減り出してから早ないですか？早いの。でもなんか本人もちょっとそこは感じてるみたい。ああ、早いの。で、やったんですか、行くもんやないの？なんかちょっと頑張ってるけど、ああ、なんかさ、飲んだりとかさはしてる。ああ、マッサージしたりなんかつけたりはしてるけど、ああ、なんかそれは、うん、それ以外してないと思う。へえ。だからなんか息子がなんか
ハーゲ、ハーゲってたまに言うのよ。一緒にこうやって踊ったりしてこうやって。もうそこはもう開き直ってるみたいな。嘘、もう泣くわ俺。いじめられちゃうって泣くわ。で踊るからもうその調子乗って毎日言うんだけど。へえ。そんな感じ。いや、これはでも男前ですね。あ、いやね、まあそうです。お父さんがとにかくもうすっごい話してピー通って、はぁ、すっごい奥舞台の格好やったんやろな。写真のことです。はい、こちらの方の、あ、これあのうわ森田真理子ちゃんと清水くんが先日ね、ご結婚されたんだけど、はい、その子の上に、はい、スマートニュースで私のブログの記事が載ったんですよ。そうなんですよ。すごいびっくりして、もうスクショスクリーンショットしたんですけど、すごい。これはおめでたい話題の上に私が元彼のプロポーズ、いやいやいやすごいですね。こんなん、それそう、スマートニュースさんが載せてくださってて、へえ、うん、それってびっくり。だからあの私とあの中条さんの恋愛話を、はい、いつもしみひろが、ひろゆきがいいねをしてくれてたんです。はいはいはい。で後から聞いたらもうすごい気になって見てたんだって、自分たちと同じ境遇だから。そうです。といや、だからこれ逆に言うと、ほんまにこれを紹介させてもらった後でも、ほんまにリアルな話、うん、どのタイミングでどういう風にしていくのかって聞きたかったんですけど。ああ、なるほどなるほど。はあ、でもなんか お似合いよね。いや、お似合いです、うん、いや、そちらもお似合いですよ。初め衝撃は同じ衝撃でしたから。あのね、それでね、やっぱりこの間会社に行った時に、あの方ですね、僕未明ね、後輩でって言ったら、はあ、でも一番衝撃だったのはお二人ですって、いろんな社員さんに言われた。いや、衝撃でした、うん、すごい言われた。わかって、あの稽古場で言われた時はもう、え、もうなんか全部が信じられへんかったもん。ドッキリでしょ、みんな。え、ドッキリやな、これドッキリやなって言って、そう、秋田久美子さんが結婚されますみたいな。なんかあと、どっちが避けたか、中条さん結婚されますか。いや、あなたですよね、うん、そうかな、うん、はい、で、もう本当に愛ちゃんがで、本当もうびっくりして、腰抜かしてるのって言って、でその時に、まあ、失礼ですけど座長とか上の先輩にはすいません、今日発表させていただきますってのは言ってて、はい、でその時に松本さん、プロデューサーの松本さんも稽古場に来られて、はい、なんか言うんやな、今日でも松本さんニヤ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 しながらこの言う瞬間を見ててくださってて、うーん、そうなの、すごい、まあ、びっくりしたけどね。だからこの時にこのニュースが上がった時に、うん、5組目っていうワードがなんか上がってて、はいはいはい、たまればこの私たちのことなんだみたいな、はいはいはい、その時はすごいアクセス数が半端なくて、すごい、うん、ありがたいですね。次の写真どうですか。はい、これ、あ、これですか。私あのそのコロナ禍で、はい、あの耳つぼジュエリー、ブライダル耳つぼジュエリーというセラピスト資格を取ったんですよ。資格取ったんですか。資格取ったの。そういうお話聞きたいです。資格取った、このコロナ禍で資格取った人でいいか。はい、資格取った人のその資格のことをまあいろいろ聞いて、茶化しまくって、なんかその私はそのコロナ禍になる前に、なんかもう一個武器を持っときたいと、自分なりの、で時にその耳つぼのジュエリーつけながら、こう耳つぼをしながら綺麗になれるっていうのが、こうなんかね、ネットとかなんかで見て、でこの当日 花嫁さんがこう綺麗にこう飾りしながらこうリフトアップしたりとかっていうのがすごく興味があって、はいはいはい、でこの耳つぼされてる方に SNS を通じてこう、はい、あの資格取りたいですってお知らせして、へえ、それは簡単に資格が取れるもんなんですか。うーん、でもオンラインでまず取ったの。え、オンラインで取れるんですか。取れるんだけど、味噌エキスパートみたいなもんですね、そしたら、はい、それでそれが大体8時間ぐらいかな、はい、オンラインずっとやって、え、オンライン8時間つないでたらそれが出る、で取れるんですか。でも実際にやっぱ触らないとわからないから、はい、結局落ち着いた時に一回もう大阪の感染者が0とか1の時があった時にお会いしてがっつり習ったの、はいはい、でこう割とあのお時間ある時にちゃんとこう感染対策取りながら耳触らせてもらったりしてて、はい、でもえらいもんで、やっぱりいろんな人の耳見てたら、あ、この人今胃が悪いんだなって、え、わかる。だからのぶちゃんのすごい見たいんだけど、はい、見てください。そうなんだ、からのぶちゃんね、はい、すごいね、ここまあお酒わかんないけど赤いのよ、とにかくここが赤い、赤いの全体的に耳、耳、はい、でなんか硬そうだから、はい、なんかこう腰とか肩が痛いの。あ、
ていうの。そんなん分かるん？分かる。それでなんか分かるし、はい、ね、なんかそのすごい福耳な人とかは、はい、このほくろがあるの、耳たぶの後ろに、はい、必ずしも必ずしも、うん、で、あの先輩とか、はい、ちょっと売れてる方とかも絶対この辺プチッとほくろがあったりとか、はい、あのちょっと前にやらせてもらった方は社長さん、はい、もう何店舗もいろんなところに店持ってる社長さんもプチッとここにあったりとか、すごい、なんかそういうの分かってきて、最近こう人の耳が分かれてるそんなの、分かるの。それで、ブライダル耳つぼジュエリー協会ってあって、はい、その会長さんはこの間木村拓哉さんの耳も見てたの。あの突然占っていいですかって番組に指定されて、木村さんの耳も見られてたんだけど、耳ってすごい正直なの。逆さまですけど。逆さまよね。はい。そうなんだ。でもラムちゃん福耳だよ。ここだってすごい大きいの。いや、だからこれはでもその僕福耳とかってもうほんまにあれなんですけど、うん、別にほくろとかないでしょ。ないけど、はい、いやでもなんか鉛筆の芯かなんか入れようかな。だからすごく今いろんな話聞いて、こうストレスとか自律神経のツボ押したいと思った。いやもう押して押してツボ、気持ちを収めるツボ押して、あもう教えてほしい、自分でうんこうやるのやらずってなりますから。でもね、健康な人とかあのこうやって耳よく触ってる人多い、やっぱりこうやって、はい、なんかこうやって、はい、なんかあの無意識にこう触ってたりとか、だからあのこの間息子が花粉症でズルズルだったけど、はい、じゃあママが耳つぼやってるってことやって、はい、やったら周りと収まって、つぼそ指で押していくんですか。押してで最後にプチッとこうシールを貼ってあげる。あ、そうなんです、すごい。そうでそれを今回取ったという。はい。でこれでも逆にあのブログぐらい同じぐらい、はい、耳つぼに関してあのいろいろお声をかけてもらうようになって、でこれに関してもちゃんと会社に言ったよ、耳つぼ取りました。偉いな。まあでもそのじゃあ告知とかはありますか。そうですね。でもやっぱりブログをぜひ見ていただきたいのと、はい、今ちょっと止まっちゃったんですけど、はい、また再開する、また YouTube。いやぜひやってください。はい、あのまた今月末に収録あの撮影しに行くんで。はい。ぜひよろしくお願いします。いや、なんかそのね、今メイク動画とかその、うん、いろいろありますけど、美の動画がやっぱむちゃくちゃこう再生回数とか上がりやすいというか、ね、うんうね、皆さんめっちゃ注目されてるので、やっぱりなんかあの、はい、なんか安井姉さんと対談させていただいた動画が結構、はい、たくさん見ていただいて、いやそりゃそうですよ、結構対談すげえ、安井姉さん YouTube 出るんやと思いました。安井姉さんにもう勇気持って、はい、すいませんってあのお願いしますって言ったら、あ、いいよって言って、はいはいはい、でも、快く出ていただいて、いや、でもすごいです。だから、あれなんかもうちょっとこう、ね、YouTube ってこう離れていくから人が、うん、なるべくこう、まあ私が言うのもなんですけど、はいはい、定期的にね、そうなんだよね、毎週とは言いませんけど、うん、月間とか、そうなんだね、もうだから月間って言っちゃったら月1回でいいんで、そっか、はい、そうだね、だから、その必ず、だ、うん、僕はまあ毎週この木曜日にこう収録して、うん、その翌週のまあ金曜日ぐらいに配信という、うん、いう形でやってるんですけど、一応毎週アップしてますけど、毎日とか要しませんので、うん、あれですけど、で月刊なんとかって 月刊秋田久美子ってもうちょっと変な写真のせいだと思うんですけど、あのなんかちょっとそのビューティーなんとかってやれば、そうですね、だからそこの位置を狙いって周りがよく言われるんです。ああママで美容をやってる人がそんなに吉本にいない。はいはいはい、シルク姉さんは姿勢だけど独身だから、はい、その美容っていう枠は空いてるよと。空いてます、空いてますよ。そう、すごくそれ言われるから、はい、そうだねっていうのが、だからなんか新喜劇で何かやりたくないですかって言われた時に、あのグラビアにちょっと挑戦させてくださいって言ったの。そしたら、そのノブちゃんが言うあの人が、あ、いいんですよ。え？そんなウェルカムな。ウェルカムだったよ。おっさんが見ただけじゃん。違うと思うけど、なんかちょっとやす子さんが挑戦されたかもしれないけど、はいはい、あんな感じでちょっと違う角度で私もなんかやりたいですって言ったら、あ、どうぞどうぞって感じだったよ。へえ、だからね、いろいろやっていこうかなと思って。いや素晴らしいですよ、そら、はい、イベントもそうですけど、僕はもう久美子さんとかがこうやって一生懸命なんか前向きにアグレッシブにやってはる姿を見てるから負けてられへんと思って僕らやってる部分もあるんで、いやいや、ノブちゃんとイライラこうやってやってさ、
僕はこれは正直なんか自分がやってることが価値あると思ってくださって、そこにお金を払っていただけるようになったらいいなって思うだけのことなんですよ。うそうですね、はい、何でもかんでもタダでやっちゃうとまたややこしいよね。そうなん、タダでやりますって言ったらやっぱり逆に怖いっていうのがあれだから、はい、あのね、ちゃんと秘密語もプロフェッショナルの気持ちでやらせてもらって、ああそうなのよ。もう絵描いてて、その絵をどうしようかなと思ったら、すごい偉いね、あれも。いやいやいや、あれもちゃんと言ってんの、こう会社に。あ、ごめん。いや難しいよね。もう難しいです。はい、そんな全然売れてなかったわ。言ったいやでもちょっと、うん、もうほんまにもうね、ありがたいです。でも今日こうやってお会いできて、いや本当に嬉しかった。なんかのぶちゃんから LINE もらった時に、うん、いやもうぜひぜひと思った。いや嬉しいです。だからね、ほんまでもあの YouTube 頑張ってください。いや頑張ります。そうなの、ちょっとね、あの再開してくださいってちょっとお尻叩いてくれた方がいて、はいはい、あでもやりますって。はい、そうなの、やりこみ。ニーナ君ともね、この間喋ってて、うん、やっぱこの状況で YouTube 頑張ってる人とかは、うん、僕は全然そのなんかやめるわとかそんなないよ、うん、もう今なんかこれをやってない人の方が、うん、は早くに始めてる人の方が勝ちだし、だ、ね、逆に遅いぐらいじゃないですか、うん、そうですね。だからあとはもうね、皆さんこういろんなことコラボしていければなと思って、ぜひぜひ、はい、やらせてもらいます。私の方からの告知は、5月の15日ぐらいにその、遮る景色の、ね、京都でやらせていただくんだったんですけど、そこも、老人介護施設みたいなところなんで、うん、ちょっとコロナ云々のことで、まあ、全然見に来てはいただけるんですけど、うん、ちょっとまあいろいろ規制がありますので、すごい山奥なので、山奥では山のちょっと入りがけぐらいのところなんで、ものすごく行きにくいところでございます。なるほど、ね、もしよかったら来てください。2ヶ月間やります。すごい、1ヶ月、なんか今までやったら1ヶ月で終わってたんですけど、やっぱこのコロナ禍で告知もできる、うん、今までやったらチラシを作ってポスター作っていろんなところに貼ってもらったりとかしてたんですけど、うん、こんな状況で宣伝もできないし、人にたくさん来てもらうのもちょっとややこしくってって言って言われたんで、わかりました、じゃあっつって、その代わり2ヶ月とかって言ってくださって、うん、そうです。いやもう何もすぐないからですよ。いやいや、なんかで実質喜んでもらうことってもう分からないですよ。お笑いやりたくて、うん、もう別にその場がないんだったらさ、うん、どうしようかって思ったら、うん、まあお笑いとはまた違うことだけど、うん、その姉さんのね、その耳つぼじゃないですけど、うん、なんか人が喜んでもらうことができないとはあかんなと、ね、発信者としてね、うん、そんなことブログで姉さんがブログやってみたと思うんですよ、うん、あ絵描いて見たことで、うん、またちょっといろいろ何かと、そうですね、はい、ちょっと頑張っていきます。私もまだこれもイベントもいろいろできるようになったらほんまに一緒にね、そうよ、悪口を言うやる、悪の会悪口ばっかり言う会、悪の会呼んでくださいよ。ぜひとも、多分メンバーポンポンポンって今頭浮かんでくるポン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 みたいな、もう山ほど山を、はいはいはい、なんか最後言い残したことあります？そうですね、あのまたそのブログもそうですし、はい、またね、あの劇場にも出れるように頑張りますので、はいはい、ぜひ応援してください。本当に、はい、ね、ぜひ、もう、はい、もう3組目の、ね、うん、あれですから、そうですね、そうですね、はい、ちょっと編集も、いや、あの皆さんブログ見てください、ほんまなんかリアルに多分状況は違うと思いますよ。清水宏斗君、その森田真理子の状況がどんだけかわかんないですけど、うん、なんかあそこにむちゃくちゃヒントがあった気がしますもん。あー、なるほどね。2人が近づいてたところとか、うん、何もわかんないですけど、うん、なんかすごいヒントがあったように思うし、そうですね、あの本当に私は大嫌いなとこから行ってるんで、そう向こうはね、そうじゃなかったけど、なかったけど、っていう本当にここプラスに持っていき方とか、中条さんはあの教えてくれました。書いてますので、ちゃんと、いや、はい、ぜひぜひリアルに、ぜひぜひ、あれはもう観音小説です。吉本新喜劇の観音小説だと思って読んでいただければ、そうそう、本当にね、よろしくお願いします。というわけでございまして、本日は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このままの高評価並びにチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。森田信義、ああ。